滴るいい男。どうも。やばいね、台風15号。やばい。いやね、あまりにも風が強すぎて、ちょっと何言ってるか分かんないと思うけど、これ今ね、出勤中です。もう自転車で、はい、自転車で職場向かってます。なんで俺チャリ、こんな台風の中さチャリで行こうとしてんのかっていうと、やられちゃったんですよね。まあ、普通このくらいのさ、ひどい天候だったら車で行くじゃないですか。電車もさ、電車もみんな8時まで止まってるし、まあバスもね一部運休してるんだけど、じゃあ車で、まあ俺もともとね電車とかバス使って通勤してるわけじゃないんで、じゃあ車使えばいいだろうって話なんだけど、やられちゃったんですよね。車がこういう時に限ってね、バッテリーがバッテリー上がってました。お、やんだやんだ、助かるわと思ったら、これ横に壁があるのか。いやー、やられたね。しょうがないからさ、もう車使えないから、チャリで行くしかないじゃん。だからチャリで今出勤してるってことですよ。まあワイシャツがね、いつも着ていくんだけど、こんな感じで T シャツでね、はい、自転車こいでます。もう T シャツめっちゃびちょびちょ、もうもちろんね、下のズボンもうびちゃびちゃっすよ。あー、やばい、風がなくなった。やばい、風が強い。もうなんかね、さっきからめっちゃ風に煽られまくってさ、もう自転車何回も転ばされそうになってっけどね。でも意外と雨の量はそうでもないんですよね。風がすごい強いから雨の量自体はそんなでもないけど、まあ、こう体に当たってくる雨粒の量が風のせいで多いっていうような、まあ、横からさ雨がビビビって、ね、来るから、もう、びっちゃびちゃですよ、びっちゃびちゃ。靴下もなんか気持ち悪いしさ。いやー、でもね、意外とね、台風15号やばいの来るって分かってるけど、なんか意外とね、歩いてる人もいるんだよね。歩いてる人もいたし、さっき一人チャリが俺のこと追い抜いてったし、なんか割かしね、なんかいつもの朝と変わんないんですよね。止まってんの電車バスくらいじゃないですか。夜行バスなんかほぼほぼ運休しちゃったしね。いやー、まあ本来はね、こういう日ってなんか仕事とかするべきじゃないんだろうけど、まあやりますよね言われなければ。まあどうせね、帰る頃には止んでるんで、まあここさえ乗り切ればってことではあるけれど、けれど、あー風がやばいよ、雨がやばいよ。さっきね、こうダンプに2回くらいね水たまりでバシャーってやられちゃったんだよね。だからね、こう肩、右側の肩とかね、ドロドロもうどうにもなれって感じですよね。とりあえずワイシャツが無事ならでもなんとかなるんでね。あれだね、タオル持ってくればよかったね。タオル持ってって、ここついたら体拭いて、まああるっしょ、多分大丈夫っしょ。いやー、きついね。まあ、台風15号ワンチャンね、洪水とかさあるかもしれないから、この辺ももしかしたらやばいかもしれないけど、まあ大丈夫っしょ。いや、ダメだね、なんでしょうね、生存性バイアスっていうんですか、なんか多分自分だけは大丈夫っていうのはね、あんまり良くないね。でももうなんか行くしかないんすよね。社畜ってそういうもんすよ。まあ、社畜っているほど俺ぶっちゃけ働いてないけど、いやでもきついね。世の中のサラリーマン頑張ってるんですかね。
なんか多分会社によってはさ、あれだね、会社によってはさ、こう会社に泊まってけ、もう台風来るの分かってんだから前日来て会社に泊まっていけみたいなことも多いでしょうね。ちょっと日本怖いね。いやでもまあでもね、こういう雨風にさらされるんだったら、まあ会社に泊まった方が楽かもしれないですよね。でもどうせ電車も止まってますしね。ああ、しかもこう前の方からも風が来るからさ、まあチャリ乗ってるけどいつものチャリの速度の半分ぐらいしか速度出せないしさ、まあそういうのはあるかな。あ、ダメだ、喋りづらいね。これ声聞こえてますかね。なんか、そういうのもあると思ったからね、1時間くらい前に家出てるんですよね。でもいやー参った。いやね、ダンプが怖い。またバシャーってやられるかもしれないからね。いや、これがあれっすよ、神風っていうんですか。あー、やばい、泥が目に入った。やばい、うわ、きったね。やばい。あ、もうこれ早くつかねえかな。あと3分の1くらいだけど、あ、でもしんどいね。まあ頑張ります。いや、やばいっしょこれ、びっちゃびちゃでしょこれ。わかりますこれ、超びっちゃびちゃ。いやでもこのチャリもさ、チャリンコ置き場で盛大になんかぶっ倒れて出してさ、隣のチャリもドミノ倒しにされてたから、あとこう自転車を起こすだけでも一苦労だよね。で、あとなんかその辺のさ、看板とかさ、あと工事のなんかパイロンもみんなあちこちに飛ばされてるしさ、あー、これ世紀末ですかって感じですけどね。いやまあ多分ね、これ投稿してくる頃にはね、もう台風15号ね過ぎ去ってると思うんだけど、まあ社畜の皆さん頑張ってくださいよ。あ、やばいね、俺もうカメラに水ついちゃった。まあ今日はそんな感じですかね。もうそろそろね着くんで、いやまだ着かないけど、この辺でやってみますか。ちょっとしんどいからね。バイバーイ。